天麺醤は中華料理の調味料の一種。中華甘味噌、麺味塩とも呼ばれる。小麦粉と塩を混ぜ特殊な麹を加えて醸造された黒または赤葛色の味噌。天麺醤とは甘く小麦粉から作った味噌の意味。北京では伝統的に春に麹を作り、夏に発酵させ、秋に製品にするという比較的長いスパンで製造されていた。 しかし負荷が大きいため製造法が改良され、用いる麹の種類と製法を変更することで、短い発酵期間で製造されるようになった。生のまま食べることもできるのでそのまま料理に添えて食べることもある。火を通すことにより強い香りが出るので、肉や野菜を炒める時や煮物の隠し味や味付けとして使うと良い。ホイコーロー、北京ダック、作品塩麺、マーボー豆腐。 春餅などに使われる。見た目は八丁味噌に似ているが、八丁味噌は豆味噌であり甘くない。日本で作られている甜麺醤は、八丁味噌に糖類、ごま油を加えて作られることが多い。また現代の中国国外における甜麺醤は、大豆を原材料として製造、販売されている製品も多い。伝統的には、 小麦粉の面状の生地を蒸して種麹を摂取し、醸造する天然醸造法と小麦粉に麺越えというパン種を加えてできた蒸しパン状の生地に種麹を摂取して醸造する保温発酵法がある。これに対して麹の分解構素を利用して製造する即情法がある。ありがとうございます。